はい、皆さんこんにちは。今回も飛び出す動物を森で遊んでいきたいと思います。ウェンディがね、遊びに来てましたね。この状態で15分ぐらい放置してましたなかなかね、録画ね、こうやろうと思ってからね、気合い入れてからやるもんでね、ものすごい放置させちゃった。ということでね、現在の時刻見てください。ででん、9時32分です。というのもなんでかというとね、昨日ね、あの裏作業してたんですが雨降ってました。なので、ででどーん、化石かーいは、埴輪だと思ったんだけどね。まあ雨の次の日ということでね、いつものこちら、いつものって言っても3回目かな、行ってみようかなと思います。さあ、ついに3回目ですね。の話しかけてない、踊ってる。私は、たわしは、たわしはか。面白いね。芝を書いてへんけど、子供ら元気にしようかな。なるほどね。そのための、こういう一発ギャグをやってんのね。どっかに美味しいものを食べに行ってるかもな。うん、いいことじゃん。それもええか。子供いるんだね。チースチース。いつか聞いたよ。顔がめちゃくちゃ。君の相手なんか知らない。あ、はい、ごめんなさい。あ、はーい。あれ、今回仲良くなれないのか、もしかして。その辺のもう家庭はさ、あ、はーい、ごめんなさい。ってことで、いや、もしかしたらなんかあるかもしれない。なんもないね。ってことで、明日まで、カーッと。はーい、ってことで、おはようございます。今日は虫捕り大会ですね。これ、現在の時刻、5時35分。あと25分で終わるのでね、まあ、25分の間に虫を捕ったりとかして、いろいろね、やっていこうかなと思います。ってことで、オーロラより引っ越してないよね。あー、びっくりした。そんな突然だもんね。言うはずだもんね。オッケーオッケー。まあ、虫捕るだけだとね、今のって美和ハコロモじゃないですか。ちょっとたまにしか見ない的な感じの、まあ結構見るか言うて、まあそのうちまた結構見るな意外とたくさん見るね。まあ、そんなこんなでね、そして今日の化石、ハニーは今持ち物がね、結構たくさんあるんだよ。最近またね、裏作業をね、2日やるようにして、もう今この動画投稿されてる日が多分ね、8月の何日かとかなってると思うもんで、だいぶね、現実世界のとのこのね、時間がね、空きすぎちゃってるからね。あー、ごめんなさい。そんな怒る?マジで?なんで?そんな本気でやってんの?はーい。でも私、もう二度とチーズには話しかけない。もう、コンパート二度と話しかけないようにしよう。まあ、そんなコーナーでね、何の話したかわかんなかったけどね。ここになんかある。今日の化石。2個目、3個目、1個目。そうでね、裏作業をね、2日やるようにしたので、なもんで、化石が今後もたくさん手に入るんじゃないかなと思います。ここ!ってことで、初めてだね、カメレオン。この人の名前なんだっけね、カメオンさん亀山さん、惜しいね。チースチース。うん、せやな、ついんだね。あ、ちょっと教えてください、何すればいいですか。はい、簡単。午後6時までに虫を捕まえる。うん、ポイント、珍しさもあるんだ。珍しさ、大きさ、色、ツヤ。おー、じゃあ分かんないね、どういうのが一番いいのかとか。そういうの、色、ツヤ、まあ、カブトムシってことか。なるほどね。あ、持ってない。あ、大丈夫。持ってる。オッケーオッケー。試しにちょっとここにね、蝶々がいるんでね、これちょっと持っていきますかね。モンキチョウ。亀山さん、モンキチョウ持ってきたよ。あ、ちなみに今、ホタル持ってんだよね。でもこれはまあ一応、公民館行くからね。公民館じゃない。博物館行くからね。さあ、どうだ?モンキチョウやで。いいんじゃない?それじゃあ、コウムシ詳しく。はい。うん。あ、大丈夫。お願いします。いいんじゃないって、この人だったんだ。亀山さんだったんだね。モンキチョウの中では大きいサイズ。色ツヤは惜しい感じ。うん。50点低い。全然低いね。はーい。今1何点ですか?いや、大丈夫ですよ。何点か教えてな。うん。今の1位は、バイオリン虫の54点。なるほどね。バイオリン虫ってなんだっけ?木の切り株で見つかる虫だっけ?ちょっと覚えてないんだけどね。ってことで今日の、これ。
これ化石3つ目2つ目そう持ち物がいっぱいだから今日ちょっと早めに、ああもういっぱいだ。ちなみに今日の高額はモンキーショーおすごいすごい感じ。そっか、虫捕り大会だか、今このタイミングでこっち来ても誰もいないから別に来なくてもよかった的なところはあんのか。間違えた、売るもん1個しかなかった。痩せふわふわハニワお願いします。ハニワってすべて28828だからね、もう私と同じだよね、まあ、言うて私はねさすがに828では売れないけどね、せめて2828円、安いな。からの今日のこれルビー。珍しさってことはさ、カブトムシとかを南の島にも行って持ってきて、で帰ってきてプレゼントっていう感じでもいいのかな。多分そういう作戦とかもありだよねきっとね。ってことで今日は8個の化石をお願いします。さらにホタルとウナギ、これをお願いします。からの残り5万の借金を払って、よかった、お家のローン全部払い終わった。からのたぬきちちすちす、どうもどうも。うん、せやな、ちょっと新しいの行きましょうか。どうしようかな、写真がちょっとそろそろ大きくなってきたじゃなくて増えてきたもんで、2階をちょっと広く数席な感じでやっていこうかね。増築をお願いしたいですよ、広くしたい。2階44、いやー、高え高えマジで49万8000。はー、高いね。まあまあまあ、しょうがない。お願いします。はーい。はーい。49万8000円っていくらよ。だって、ねえ、給料が、まあ、もし25万だとしても、ねえ、一切お金使わずに2ヶ月かかるからね。やばいやばい。ってことで、つぶちゃん聞いたよ。あ、いいね。今日も針葉樹林。針葉樹林を、ゲットして、今日の肥料を買っちゃって、まださすがに金は来ないね。オッケーオッケー。からの、今日のケケ、右がケケワルツじゃなくて、ケケ更新かなんかそんな感じで、左わかんない。なあ、これなんだ、これなんですか、春の木漏れ日。春の木漏れ日ってやつ。あ、これな。はい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 。おー、いいね。これ初めてだね。買っちゃいましょう。持ち物。あ、大丈夫だね。で、こっちはケケ更新だから、これ大丈夫だよね。ケケパレードな。あ、待って。そういえば、金のバラを作ろうとしてたよね。今日海岸に行ってしまうと、下の方の海岸に行ってしまうと、金のバラをお披露目することになってしまうから、金のバラは置いとこうか。今日、だって虫捕り大会だもんね。虫捕り大会と金のバラ、サムネがね、混合しちゃうから、今日気をつけんのか。とりあえず、海には行くなっていうことでね。オッケー。ってことで、春の木漏れ日入れて、今日の化石、琥珀、鈴木竜の頭、始祖鳥、ステゴサウルスの頭、ステゴサウルスは作った、うんこ、ティレックスの頭、ティレックスの頭はある、琥珀、サメの歯の化石、やばい。8個ぐらいあったのに1個もだった。そんなことある。まあもうそうそうそんなことばっかか。いやまあしゃあないしゃあない。あとは果たしてこの時間5時過ぎに果たしてあのヤシにカブトムシが出てくることがあるのかってとこだよね。珍しすぎるカブトムシは多分さすがに出ないと思うけども、ちょっとしたカブトムシぐらいだったらね出てきてもおかしくはないかなと思うけど、どうだろうね。ってことでポンからの買ってください。18,300、素晴らしい。どうしようこれ。今日リメイクするものないからこれちょっと置いときますかね。これ持って帰ろう。やっぱ持って帰らないとまたパルラサウロロロロフスを集めてしまうからね。持って帰りましょう。さあそしてね、裏作業を2日してね、3日に1回録画にすると何が起きるかというとね、毎日のようにねあれができるんですよ。あれがそうこれ、あれまだか、いやこれ、これまだか、いやできるよね多分。あ、ちょっと早いか4日にした方がいいかな、もしかしたらね。ってことで今日の南の島、銀の斧があるかとか。銀の斧って結構珍しいのかな。ちなみにこの時間に果たしてこれいる、いる、ここにいるってことはうちにもいるのかな。ちょいちょいいい感じ。はい、借りたい。ただ今私銀の網持ってたっけ。でもそんなことないか。銀の網ってそうそう手に入ってもおかしくないと思うけど、私普通の網だっけね。どうだっけね。ゆっくりゆっくり行こう。ゆっくりって、よいしょー。まずは1匹目。
細赤クワガタ、正直さ、この細赤クワガタだけさ54ポイントは超えそうだよね、きっと。知らんけど、まああとはこの時間細赤クワガタしかいないんじゃね的な、そういう感じいや、よく問えたな、細赤クワガタ、まあ、そういう感じもあるからね。ちょっととりあえず帰ろっか。珍しさで言えば一応タランチュアとかの方が珍しそうだけども、多分5時の時間は払う、じゃあ寝てどかない、多分ね。ちなみに細赤クワガタっていくらなんだろう。そろそろもう私自分の村でお金稼ぎができるぐらいの時期になってきたのかな。まあ、言うてね、あと1ヶ月すれば7月だもんね。7月なればもう完全夏だもんね。夏はお金稼ぎの時期。そしてこれはもしかして大岩菜じゃないですか、ひょっとして。大岩菜はね、L サイズではなく M サイズらしいんでね。そしてそれに加えて私の実況視力、ちょっと今反応遅れたけど、これ釣れても大岩菜じゃないな、これ来い。ちなみにやっぱり私持ってるのはまだ普通の網か。銀の網ってそろそろ手に入ってもいい頃だと思うんだけども、どうだろうね。これ上からこうやって眺めてさ、下にカブトムシがいる時だけ行く作戦とかできるね、これね。眺められる。どうしよう。オソハカクワガタ、どういうのが珍しいのかな。レア度、今うちの村にレア度の高い虫って出てくるのかな。この子、この子とこの子、ああ、バッタだもん、そこら中にいるよね。まあ、いや、いや、その前に、せっかく2個ね、針葉樹林の苗が手に入ったので、なんでやー、反応遅れたのは画面を見てなかったからです。ここと、ここに、そい、そい。からの、水あげて、からの、まだやってなかったよね。ここー、よし、あい。からの、ピコピコ言ってるから、これを、受け取って、で、そういえばね、フォーチュンクッキー調べてきたんだけどね、DS を持ち歩く、持ち運ぶ、持ち歩く、そういう感じのことをしないといけないらしいね。なんで、私、一応エアロバイクでね、いつもね、運動してるんだけど、その時に一緒に DS を振ろうかなと。振るでも大丈夫なのかな、ちゃんと判定されるかね、その辺わかんないけどね。今日の化石、3個目からの、今日の四つ葉のクローバーからの、今日の落とし穴、そして草。さあ、こんなこんなで、とりあえず今日やることは大体終わったか。あとはね、細赤クワガタで果たして1位が取れるかどうかと、何ハゴロモだっけ、ビアハゴロモを捕まえられるかどうか、この辺にね、そしてさらに大岩菜が釣れるかどうか、この辺の3つのことにねなってきましたね。音聞いて、うわてかでかくね、この子、やっぱこの子、この子でかくね。これはね、ガー、あ、ちょちょちょ、早いよ1ピック本当に苦手なんだけどあー、確かさ、金のやつになればさ、必ず1ピックになるとかだっけか。そうじゃない場合はさ、1ピックじゃなくて、1ピックから5ピックなんだよね。だもんでね、ほんと1ピックだけほんとに苦手。さあ、来い。森へお帰り。ってことで、ちょっと一発ちょっと試してみますかね。ちょっと、1匹目に捕まえた細赤クワガタ、これ89とかだったと思うからね。この子をね、見捨ててみます。これで果たして何位に入ることができるか。あ、珍しいでしょ？すごくいいじゃない？うん、どうぞどうぞ。オッケーオッケー。いいよいいよ。まあ。うん。標準的なサイズ。あ、ほんと？四ツ谷はちょっと惜しい。あ、そうなんだ。四ツ谷って運ゲーなのかな、もしかして。あ、うえ。あ、なんだ、余裕じゃん。なんだ。ジルリー、怖い怖い。そして今の2位とかわかる？それわかんないか。雲の巣時計。なるほどね。まあ、言うてもね、1位取らなくてもいい的なところまであるから、ここはもう、ここで置いといて、ちょっと今のね、2位3位の子にね、1位まで頑張ってもらう的な作戦でもいいかもしんないね。やっぱ一番大変なのはね、銅のトロフィーだと思うから、その銅のトロフィーをいかに早く取ることができるか選手権になってくるからね、これね。ってことで、この子もまた大岩菜ですか？あ、でも果たしてこの時間に大岩菜が本当に取れるかどうかっていう問題になってくるわけだけども、どーん、森へお帰り。どーん、おっとー、これは、錦鯉。2回目だけども、錦鯉果たしてこの前、納品したかどうかって話だよね。したっけ、売ったっけ、どうだっけね。記憶は全くないんだけども。まあでも一応見せていきますかね。いいね、いいね。なんかこの時期になってくると、こういうちっちゃめの、あ、フェン、ちっちゃめの子を捕まえるのも全然良さそうね。釣りに行きよう。
ストーン。全体的に虫がいる数が少ないんだけどさ、やっぱこういうのはバッタやらなんやらとかをしっかり捕まえないと新しいのが出てこないとか、そんな感じなのかね。さっき一応ね浜辺見に行ったんだけども一匹もいなかった。まあ、これはもしかしたら村にはマダ的な感じのことあるかもしれないけど、そうだよね、細赤クワガタこの時間に村見の島にいたけどさ、それで細赤クワガタが6月から出るってことにならないもんね。逆に考えればこの時間帯に細赤クワガタを取ることできないもんで、村人は絶対に私の記録を超えることができないという、そういうことになりますね。それじゃあね、そしてこれ金庫確保になるのか、ドーン、なりましたね。ブラックバスを釣り上げた、やったー。虫取り大会も終了します、お疲れ様でした。ってことで、まあ間違いなく優勝だよねきっとね。じゃあ入りますか。ちょっとまだ早いな。動画の録画時間的にまだあと2、3分はねちょっと動き回っててもいいかな的な感じあるんで、もうちょっとだけね動き回りましょう。いやでもビワハゴロモが今いたのに、ビワハゴロも捕まえたいんだけど、私ビワちゃん、リュベ写真そろそろ、おリュベチスチス、どうした、うん、個性をバチッと浅バサワさんあるある、もう十分個性表してるけどね、だいぶね。これダメ、これデベデデュベベデュベブブダメ、これ来ましたわ。ウイスキーがお好きでしょう、こっちにしましょう。それじゃあね、ウェンディウイスキーがお好きでしょうで、今後それでいこう。ってことでね、もう1位分かりきってんでね、ちょっと先にこれやっちゃいましょうか。はーい。2位と3位予想タイム。2位はオーロラ、3位はデュベ。どうだい？チーズはランク外。あ、全然ちげえ。全然ちげえわ。そもそもデュベいねえし。はーい、3位から、何捕まえたのかね、3位の子はね。アゲハチョウでよかったの。39ポイント。なるほどね。フランソワアゲハチョウ。次じゃあ私もポルノグラフィティ行こう。どう？いやー、それ一番欲しいんだけどね、私ね。銅から集めていきたい。金はだって言ってしまえば誰でも簡単に取れちゃうからね。やっぱ銀と銅よ。せやな。うん。2位は、なんだっけ、この葉、バイオリン虫か。はいはい。ま、私、倍近くのやつだったって、ま、私言うてチート使ってるけどね。だって、南の島行ってるからね、今じゃ取れないような虫を取って、それで金を取って、私嬉しいのかってなっちゃうからね。はい、おめでとうおめでとう。はーい。食べたんだね。さあ、そして1位は私ですね。細赤クワガタの94ポイントですね。おめでとう、ありがとう。さあ、反応はどうだ？ご感想はないの？なんか美味しかったですとかそういうのないんだね。ボリューム満点でしたとか。あ、1位には言わない的な感じ？はーい。うん。それだけなんだ。2位は食べたんだね。はい。ありがとうございます。さあ、次はね、来月はね、しっかりと。え、待って、もしかしてもう魚釣り大会はしばらくないのか？銅のトロフィーが取れなかったんだけど。やらかした。ちょっと、あ、でもいるじゃん。左に。これ違う？いるわけじゃないの？これ。あ、回せないわ。よーし、それじゃあね、最後のね、私の実況者力お店大会ということでね、最後の最後に、大イワナを捕まえてね、終わりにしようかなと思います。これですね。あー！やっぱこっちです。はあ！一撃、おー！イワナ！